画日本選手権順位予想。取り直しです。出しちゃったけど、まあそもそもなんで取り直してるかってところですよね。はい、はい、ですね、日本選手権の出場者の名簿が出ました。はい、でそれによると今回加藤さんが欠場、はい、去年のファイナリスト加藤さん欠場と、僕らがゴリ押ししてた寺山さんがね、ちょっと今年は出ないという方向になりましたので、はい、それを踏まえた上の改訂版を今からさっと説明した後に、まあ、二次ピック予想ですね、喋っていけたらなと思います。はい、はい、でそもそも二次ピックとは何ぞやというところですよね。はい、まあ、日本選手権をもう今まで見てきてる人は分かると思うんですが、日本選手権に関しては他の地方大会と違って二次ピックアップというものが行われます。まあ、いわゆるシード制になってるわけですね。うん、昨年度のファイナリストは一次ピックアップには出ません。昨年度のファイナリスト以外の人たちで一次ピックをした後に二次ピックに行って、でその後シードの人たちと一次ピックから上がってきた人たちでやっていくと、うん、でその後ファイナリストが決まるよっていう感じです。だからまあみんなそのファイナリスト入りが目標だけど、二次ピックに上がることを目標にしてる選手もいっぱいいるっていう感じで、うん、今回はざっとみんなの予想改訂版を喋った後に二次ピックにどういう人が来るのかっていうのを喋っていけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあ僕からさっと行かせていただきます。はい、はい、そしてあのコメント欄にはあのハムちゃんこんがりの意見も見た上で、うん、やっぱこうかなってちょっと変えた部分もあります。はい、はい、いきます。1位相澤、2位島田、3位瀬山、4位木澤、5位杉中、6位木村、7位末、8位木奈、9位高梨、高梨高梨、はい、10位郷戸、11位吉岡、12位村上という感じで、はい、まあ継承略で行かせていただきました。はい、僕の中での新顔は村上さんだけか、うん、村上さんだけかな、うん、ですね。でもこの辺の順位をちょっとごちゃごちゃっと、野田さんやっぱもうちょい下がってもいいかなみたいな思っちゃったり、でその結果なんか高梨さんちょっと上げたりとか、はい、で木奈さんもちょっと僕の中では上げたりとか、うん、でまあ村上さんは結構さ、コメント欄でもね、結構みんなコメント欄、はい、そんなちゃんとクラス別見てんだって思うぐらい、村上さんは絶対来るだろうみたいな、うんうん、まあでも僕も結構そう思うよ、思うけど、なんかあれ、うん、もう入らなくなったわってなってた、前の予想だったら、うん、っていう感じです、うん、はい、じゃあ僕の発表です。1位相澤、2位島田、3位木澤、4位須山、5位木奈、6位末、7位木村、8位吉岡、9位杉中、10位郷戸、11位高梨、12位村上という順番になりました。もう変わってません、ここまでは。正直ね、さすがに木奈穂高5位はちょっと高すぎるんじゃねえかとか思ったけど、いや島田さんとか須山さんがいるんやったら木奈穂高5位でもまあいけんじゃねっていう、いや厳しいとは思う正直厳しいとは思うけど、ちょっと行ってほしいなっていうので5位で、まあ新しく入ったのは11位高梨と12位村上っていう感じですね。まあゴリさんは僕の中ではそもそも前回の予想でも13位って思ってたんで、まあそのまま繰り上げというかで入ってきて、でまあ村上さんはまあもちろんねクラス別で下半身に上半身が追いついてきたということで順当に入るだろうっていうこの順番ですね。他は変わってません。はい、って感じです。はい、僕の順位予想が、1位相澤、2位島田、3位木澤、4位須山、5位木村、6位杉中、7位末、8位木奈、9位吉岡、10位郷戸、11位村上、12位高梨という感じになりました。まあ、だから加藤さんと寺山さん僕突っ込んでたんで、そこをちょっと抜いた後突っ込みつつ入れ替えたっていう感じですね。で、前回は加藤さん3位につけてて、うん、でその後木澤さんが来て、で木村杉中っていう順だったと思うんですけど、加藤さんがここ消えることにより、低身長組を引っ張ってくれる存在がちょっと減るんじゃないかなと。でここの3人というか島田さん木澤さんに続いてってなると瀬山さんが上がってくる可能性は高いんじゃないかなというふうに思いまして、そこの部分がちょっといじられたっていうような感じですね。それでも木澤さんが来ない、僕はまだ厳しいんじゃないかなと。いやー、杉中くんには勝つんじゃないかなと思う。いやー、僕はでも杉中くんの丸々しさはいけると思うんだよ。170超えがさ、だってさ、はい、島田さん170超えてないんか。170超えてない。でもなんかまあプロポーションいいタイプやんか、うん、木澤さん170超え、須山さん170超えってなると、そこに木奈穂高173センチが来るんじゃねえか。まあ来たら熱いっす。まあ熱い、来たら熱いっすよ、うん、来たら熱いけど僕は杉中に突破してほしいっていうのと、11位村上、12位高梨さんに関しては僕は、うん、僕はもう正直村上さんの方が好き、うん、高梨さんのこと好きだけど、うん、
あの上がってきてほしいっていう気持ちがあるし、なんなら12位は別の人正直突っ込みたい気持ちはあるんですけど、あるけど多分高梨さんが今年はさすがにまだやっぱ強えなって思うんで、うん、こういう感じになりました。なるほど、はい、いやー村上さんがファイナリスト入りですよ。まあそれはもう確やもんね、はい、確定です、うん、確定エースですから3つ揃ってるんで、うん、はい、まあ来るでしょうね。まあ多分普通に、うん、可能性として一番高い一番高いと思う、うん、めちゃめちゃわちゃわちゃした後に、あの日本選手権ファイナリストの名簿表を見て、うん、僕らが思う二次ピックに上がるんじゃないかなっていう人たちをとりあえずピックアップしました。はい、で二次ピック大体10人か12人のどっちかだったと思うんで、まあとりあえず叩いてまた精算していこうかなと、うん、どういう立場やねんお前らって思ったら分かるんですけどあくまで予想ですからね。はいはい、はい、でまあとりあえずね、あのさっき入れた村上さん、はい、これ絶対来るわけやんか、はい、あの当選確定っていう、うん、そうですねだからまあ村上さんを除く9名ないしは11名を争う戦いにはなる。まあそうっすね、うん、そういう感じになりますね。一旦9名ってことにする。そしたら9名にしましょうか。の方がしんどいじゃん。はい、そうですね、誰を消すか。そう、じゃあ上から考えていきましょう。このメンツの、はい、絶対に入るであろう人からね、うんうんうん、このメンツの中で、はい、じゃあ次に来るだろう、うん、だからまあ13位以降を考えていくっていう感じですね。もう佐藤茂雄さんじゃない。そうですね、まあ今年で言ったら松尾耕作よりはいいでしょうからね、うん、ってなるとまあこちら佐藤茂雄さん当選確定ということで。当選確定で、はい、はい、これ13位合格ラインですね。合格ラインですね。いやもういいよ、まるで、はい、はい、ってなるとその次あたりはまあ、まあ、いやでも今年に関しては内野さんの方がいい可能性あるよね。まあそうっすね。でも誰と比べて、あ松尾さんでした。あ勝手にあの今、はいはい、松尾耕作来るだろうラインで。いや、まあ、だって松尾耕作に勝ってますからね、クラス別の時点で。あ、うん、そっかそっか。あ、じゃあもう核だね。うん、じゃあ内野さん、ここってどうです。いや俺は内野さんの方が好きやな、うん、まだ、うん、この3人争ったとしてどうです。 どの3人、江川さん、内野さん、下田さん、いや2位、3位、これが難しいよやっぱり、うん、俺はなんだかんだこうスケール感的に江川さんが来るんじゃねえかなって。だからまだみんな伸びしろある状態。いやすごいんだけど、なんてやろ、どこがすごいかって言われた時に、うん、何も思い浮かばないの。その本当に悪い意味じゃなく、そのまあ分かるっすよ。分かるやろ、うん、そうだけどいいじゃん、うん、長所短所どちらともないのが内野さんと江川さんっていう感じですよね。の上でどっちが上に来るかと言われると、江川さん。ああ、江川さんか。俺は江川さん。僕内野さん派だ。あ、内野さんの方がちょっとラットスプレット取ったり、うん、足のセパレートの感じが張り付く感じは内野さんの方がちょっとだけ上だと思うんですよ。ここら辺ボコッとはするもんな。いやでもここはまあだから、うん、ここは当選確定ですよね。まあこの2人は確定だと思う、はい、ちょっと話それるんですけど、うん、クラス別に出てないジャパンオープンの選手白井さんはどの立ち位置に来るかな。俺ね、白井さん来るとは思うんだけど、はい、俺の中でそんなに白井さんは高くない評価は、うん、まあね、ちょっといびつというか綺麗なんだけど、いびつというか、うん、違和感を感じる体や、うん、原田さん的にはどうですか。まあでも来るのは来るだろうねって感じで、うん、ああ白井さん優勝なんだって感じで見てたから、はい、あ東京、まあでもそんなにね、その文句はない、うん、そうけどですよね。うん、なんかまあしっくりは来ないですよね。正直その、いや本当に失礼だとは思うんですけど。失礼だけど日本選手権ファイナリストになる未来はこの中だと一番見えないかもなっていう。でも二次ピック確定は当確そうですね。なんか、うん、それはそう。その今、いやあちょっとだいぶ失礼あるけど、今後も二次ピックにずっといそうな感じはするんですよ。いやそうなんよ。まあそうですね。いやあの本当にね、骨格の問題だよね。そうなんですよね。やっぱ結局そのね、日本選手権ファイナリストに行くっていうのははっきり言って努力だけじゃなんともならん部分は絶対あるんですよ、うん、あはっきり言って、うん、はっきり言う、でも本当にそう、本当にそうなのよね、うん、まあだから当選確定だけど、なかなか今後ともファイナリストって厳しいよねって、難しいよねって、うん、これは白井さんがどうこうじゃなくファイナリストの壁が分厚すぎるってことですね。そう、そういうことで日本確定ね、うん、まあ二次ピックは絶対ここの4人は、うん、今回の日本選手権の出場者の中だったら、うん、まあ確実に残ってくるだろう、うん、ってなると僕この時点で来るの誰かなってなったら、うん、やっぱ下田さんだと思うんですよ、うん、まあね、それはさっきのだって内野さんと江川さんの比較のレベルに入ってくるんだから、当選確定です。全然あるんでしょ。このアベロイとかに比べて、アベロイはもうまだまだこう余地があると、筋肉がつく、うん、に対してまあ低身長な分、
完成度が高まってきてるっていう感じはあるもんね。はい、うん、この辺からちょっと難しいっすね。こんなに松尾さんがコンっていうのはあれやね、なかなか悲しいもんがあります。でも、いや来ると思いますよ。でも絶対来ると思う、絶対来ると思うけど、言ってもこの中でまあまあ確かにね、7番目、うん、だって去年、一昨年か、一昨年は今丸つけてる人たちより全員よりいいわけだから。そうっすね、うん、序列が大きく変わってしまっている、ね、うん、まあこれがまたね難しいところなんでしょう ね、 うまあ来るであろうでつけるか、まあそうですね、この時点ぐらいだよね。そうですね、うん、はい、次ですね、まあここがね、どう来るか、来るかですよね、マジで。そのもうバイナリストに上げんのんならもうだいぶ下げてもいいのではないかって思う気持ちはあるけど、うん、でもやっぱりでかい、うん、なんだかんだね、そう、本人のピークは確実に過ぎておるけど、まあまだ、ね、去年あれで出てきてるから、はい、今年はまた頑張るぞってなっててほしいけど、ね、まあそうですね、交互というかね、うん、その日本選手権以外出ないからさ、うん、予想の仕方がめっちゃ難しいんだけど、二次、ね、ピックでねやってほしいですよね。そうだねあ、でも今年は予選から出てくるわけか。そうですね、まあ、でも田代さんかな。まあでもこのメンツだと田代さん、ね、アメロイと並んでほしいけどね、田代さん。いやでも並ぶというか、そのなんだろう、近しいところには、まあね、いやでも身長的に結構離されるか、うん、あ、いやでも離れてたらこうなるから、逆に、うん、近くでここ楽しみですねやっぱ日本選手権はみんな一時ピックから見ましょうね。そう、まあでも来るだろう、うん、うん、どうかです。そこは、うん、あと2人、あと2人ね。あ、もうここはマジでむずい、むずいね。そのだからポテンシャル的には本当にもうもっと早く来ていいやん、全然田代さんより上でいいわけやんか。そうやけど、あれ、はい、アスカゲストポーズかな、うん、俺はそこまで言ってないけどまあでもね、本領は発揮できてない、うん、それに比べて手取りさん、土金さんっていうのはもう外すない、うん、外さない。松本さんはちょっとたまに外すもんね絞れるとき、めちゃくちゃ絞れるのに、あ、このタイプで外すことあるんやっていう感じやもんね。ブレがある、うん、ブレが全くない、ない、うん、ゲストポーズ、うん、ここ2人、うん、ここねでもアベロイと山本俊樹だったら今のところアベロイがもう全勝です。そっか、うん、でもなんかポテンシャル的にはさ、山本俊樹の方が、いやでもそのアベロイは多分実物見ると本当に頭おかしいくらいでかく見えるんだと思う。日本で一番でかいんじゃないですか、うん、本当にそのそかだからそのこう見た、そうやって見て多分写真だけ見たら山本俊樹の方が勝ってたんじゃないって思う人多いと思うんですけど、うん、詰まっとるもんね、うん、でも実物を見てる人たちのコメントは圧倒的にアベロイなんですよ、うん、異常だったって言うじゃないですか。そのフリーポーズはちょっと本当に驚いたけど、だから並んだ時にうーわ、もうこれは行くだろってなる可能性はあるっすよね。とりあえず動物として、生物としてもうデカすぎるみたいな、うん、じゃあ行くじゃん、アベロイじゃん、当選確定ですあと1人1、6、はあ、9、もうほんまや。だってさ、これほんとね、絶好調だったとしたらって考えちゃうと、もう、はい、難しいですもんね。だって絶好調だったらファイナリストっすよ。そう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 、うん、島田さんとクラス別で並んだ時に、はい、ね、もうちょっと仕上がりが良かったらワンチャンあったじゃねえかって思われるぐらい、僕のね、はい、超個人的な意見だけど思えるぐらい、っていうかもう大差ないなって思った、うん、だって正直な話をして、うん、あのアスカさん、絞り切ったアスカさんと完璧な島田さんが来たとして、うん、ボディビルダーらしいのってアスカさんじゃないですか。まあね、うん、そこの、まあ、ちょっと足がね、アスカもあれ、まあ、でもだいぶ良くなってきた、ね、うん、でもその足が弱点っていう部分は島田さんも通ずる部分があるわけじゃないですか、まあ、うん、ってなった時に僕はアスカさんの方が上だと思うんですよ。まあそうやね、それこそ今後完璧に仕上げることができたとしたら、うん、相沢兄弟でワンツーフィニッシュ日本選手権あると思う。いや全然あると思う。そこまでいくか、そこまであると思う、うん、だって5位以内に来るイメージは全然できるんだけど、でもいや全然ありえると思う。あ、そのぐらいのポテンシャルはあるけ ど、 けど仕上がらないね。そうなんですよねなんでかね、ハヤト君足めっちゃいいのよね、こう足の詰まり具合とクラス別がでも多分ベストだったと思う、今までのアスカ史上。まあ、あんなこう、これ見たことないもんね、うん、一番いいんじゃない、ダブルバイのシルエットで言ったら、うん、いや、だから、ハヤト君に勝ってる部分は、うん、あるんですよ、うん、でも、やっぱね、そこだけじゃないのがボディービルなわけで。どうする、最後の一人。いや、マジでむずいっすよ。でも、そうなんですよね、ポテンシャル云々で言うと、テレチさんと土金さんは本当に失礼な話だけど、うん、白井さんと同じで、どれだけ 100% 発揮したとしても、うん、ファイナリストは本当に厳しいと思うんですよ。そうだね、まあ今までの、あ、でも松本さんここどうです、その今までの傾向としての相澤さん、うん、あの飛鳥さんと山本俊樹、
山本俊樹って山本さんって言いよりかなんか山本俊樹って言ってね山本俊樹やね、うん、なんなん山本俊樹が来そうな気がするけどねこの中だったらってい うなんかその、ね、いろんな意味でねいや普通にいいし総合得点が高いんですよねその今のところ、うん、覇気ありそうやし本当に、うん、なんかこう雑なあれになるけどでもまあやっぱ最終そこじゃんなんかアスカとかの方がこうホワッとしとる感じするけど、うん、山本式はもうアスリートのどこかでぶち込んでくるっていうところやっぱりそこオリンピックアスリート強いんじゃないかっていう感じはするけどね、うん、じゃあ満場一致で山本式でいいんじゃないですか行きましょうか、はい、決まりましたこの感じですねはい、二次ピックはこうなりますでも結構硬い気はする確かにこれは当たるんじゃない、うんそうっすね、これは当てたいっすね全正解だったら、ちょっと視聴者からなんか欲しいいや、でもその二次ピックってどうだったっけ開催要項見ますか一回そもそも、なんで俺たちは開催要項まあそうね、普通に12人で、あと2人の可能性もありますからね、うん、ごめんなさい、確認しますはい、確認しますはい、10人じゃなかったです、12人でしたあと2人あと2人当選確定もう分からんわまあ、じゃあアスカは来るんかなうん、じゃあアスカ、松本さんじゃねいや、僕、土金さんだと思うあ、そっかテラリさんの土金さんどうだと思うかな土金さんって細くないいや、僕は、うん、その、なんだ、正直な話をすると、うん、土金さんの体は好みではないんですよ、うん、ただ当てに行くってこと傾向と対策ですよね今までの傾向的に土金さんはかなり評価高いんですよえ、テラジーとどっちが高いわかんないけどタイプは近いもんねタイプは近いっすタイプは近いけど日本マスターズオーバーオールも優勝したし、まあ、バランスはいいもんねうんあの熱い層のね70キロ級で松尾さんに続いての5位になってるところもあるしじゃあ土金さんで従うかはい飛鳥と土金さんはいいっぱい見てんなはい今いいかなこんなところですかねちょっと一応もう一回日本選手権の名簿を見ますかだからもね松本さんがめちゃめちゃ調子いいかもしれんもんねそしたら確実に入る、うん、松本さんが本当にドンピシャの東京選手権優勝、ジャパンオープン優勝したタイミングのコンディションをボーンって持ってきたら、土金さんに間違いなく勝つと思います。てか、中泊さん出んのですね、そういうよく。そうや。でてね。中泊さん。まあ、やっぱファイナリストは難しいってことであれなんですかね。中泊さんいたらここには確率入ってくれるじゃないですか。絶対だって13位争い、うん。そうむしろだからファイナリスト争いギリいけてたんだから、松本さんとかと思ってて。今ざっと見てもやっぱここら辺は硬いかなっていうのはあるっすよね、うん、もちろん仕上げ切ってきたら分かんない人たちはいます、うん、川崎さんとかがドンピシャに仕上げてきたらめっちゃやばいんじゃないかなとは思うんですけど、ね、なかなかね川崎さんもね神奈川勢はちょっとこうちょっとムラがあるっすよねなるほどね原瀬君も当てたじゃないですか今回でも当てられないこととかもそうか、うんうん、確かに神奈川はムラがある、はいまあ、湘南があるからこう波っていうことであるかもしれないですねまあそうっすねお後がよろしいうまいこと思わまあでも本当そのぐらいですよね、はい、もうあとはもう神のみぞ知るとそうあと3週間後3週間 ?3 週間切ってか2週間ちょっとかおおリカさんリカさんそっか2週間後大会かリカさんからそういうムードが一切漂ってないから日焼けだけしてるそうっすね日焼けはマジでやってますよねそんなにやるんやっていうからもういいんじゃないかっていうぐらいやってますからはい減量はしてんのかっていうしてないけど進んでるそうね昨日から夜ご飯食べくなったね、あんまりおおなるほど、ついにワッフル食ってましたけどね、一昨日ぐらいまあそうですねお客さんから差し入れたら昨日から理想的な減量っていうかまあ本当に理想的やと思うけど今年のリカさんは今までもそうだけど輪をかけてピリピリ感が1ミリもないんですよまあ1個しか出んっていうのもあるから、うん、本人的にもどういうテンションの持っていき方したらいいか分かってないっていうところ絶対あるでしょそうだねでもいいんじゃないですか、結果なんかまあねストレスなく、うん、そうそうそうできてる気がする進んでるから、うん、進んでないならあれやけど食事は減量食じゃないけど体は減量してる人みたい本当にね、うん、本当にでもやっぱ気持ちって大切なんじゃないですかね、まあ、ね、そうなんだろうね、うんうん、リカさんにも期待ということで、うんうん、そうですね、はい、女子も熱いですよ、はい、いやーねちょっと名前ね出すとは長くなるからあれですけど荻島さんどんな感じなのか女子フィジーク別で撮ろう別で撮ります、うん、別で撮りましょうはい、はい皆さん、誰が当選確定だと思いますかコメント欄にどしどし合格確定とは、はい、投票をお願いいたしますこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いしますレモンチャンネルのこんがりとハムちゃんとハダマンでした次の動画でお会いしましょうバイバイ